こんにちは、誠願経典の板野です。本日入荷しました、FM ご紹介していきます。まずこちら、レス・アン・ヒューマンの 1160HI2 ですね。これですね、まあ一見アンダーリムのように見えるんですけども、実は上の部分もリムがある、ちょっと変則的なアンダーリムとなっております。続きまして、こちら、カムロンのですね、ピエニクッカというフレームですね。かなり小ぶりのサイズになっております。正面がレッド、横はですね、ミントグリーンでしょうかね。そういった組み合わせのものです。この鎧、サイド部分のですね、花の柄がですね、大変美しいフレームです。続きましてこちら、ウォリアーですね。もうかなり攻撃的な、もう見てご覧の通りの、かなりエッジの効いたフレームとなっております。続いてこちらファースアファースですね。リップス1ですね。グリーンとですね、ホワイトの生地の組み合わせが大変美しい一本です。続きましてもファースアファースですね。東京3ですね。レッドが主体のフレームとなっております。上から見るとですね、こんな感じになっておりまして、テンプル分上から見た時にこの辺りの厚さが出てきて、正面から見た時とかはかなり細身のフレームになっております。こちらですね、トラクションプロダクションですね。XA17 というフレームです。一番の特徴はここのあたりですね。リムがなく、ここの部分はナイロールのタイプとなっております。内側がですね、白と赤、白という感じになっておりまして、外側は赤、といった生地の組み合わせです。続きましてこちら JF レイですね。JF2226 というフレームです。JF レイならではのですね、この直線的なデザイン、大変美しいかっこいいものとなっております。で、横から見るとこうなんですけども、上から見るとここですね、ここのデザインが本当に、なんでしょうね、現代芸術というか、そういった感じにも見えるものです。大変美しいものとなっております。こちらマイキータの、AMI アミですかね、のフレームです。全体的に、ゴールドなんですけれども、よく見てみるとですね、少し直線的な模様がこのメタルの生地に施されております。I3150 ですね。 I150 です。全体的に緑の細身のメタルフレームです。ここのですね、ブリッジの構造とかがかなり凝っておりまして、結構立体的なフレーム、印象のフレームになっております。こちら IDC V505 ですね。かなり薄いですね、プラスチックフレームとなっております。こちらがですね、正面ここのリムの部分はですね、実はこのように見ると、まあ、ちょっと独立したようなパーツになっておりまして、かなり個性があるフレームです。最後となりますが、こちらですね、JF レイ JF2097 です。正面から見ると
まあサイドの部分がレッドで他が、イエローですね、に見えるんですけども、こう見てみますとここはですね、血の部分が、落ちくぼんだような感じになっておりまして、そこから、鎧とテンプルにつながってくるという立体的な構造のフレームです。この辺がやはり J フレームらしいところでもあります。以上11本のご紹介でした。ぜひご検討ください。それではどうもありがとうございました。